勝部君。はい、立憲民主・社民の勝部健二でございます。えー、早速、教徳法、教面法の一部を改正する法律案について、質問をさせていただきます。えー、先日はあの代表質問をさせていただきました、えー、政末松文科大臣からそれぞれ答弁をいただきましたが、その答弁に基づいて、えー、もう少し詳しくお聞きしたいことや、えー、確認したいことなどを質問させていただきます。 まずはじめに少し細かいことで、事務的な取り扱いの話になるんですけれども、執行した免許状の取り扱いについてお伺いをしたいと思います。答弁では、休眠状態を含め、現に有効な教員免許状については、有効期間のない免許状になるということで、つまりま何もしなくても、そのような状態に復活するということ。そして えー、しかし、免許状が失効したものは、自動的に復活することはない、まあ、再申請が必要、まあ、そういう趣旨の答弁がございました。えー、そこで、ですねあのそもそも自分が取得しているその免許が、ですね今、どのような状態になっているのかわからないという問い合わせがよくあります。えー、そあの現職の教員の先生,先生方は、ですね、まあ、そういうことはないと思うんですけども、 辞められた退職された方、あるいは免許状をあの持っていながら、えー、職に就いたことのない、教職に就いたことのない方もいらっしゃいますので、まあ、そういった方々から問い合わせを受けます、えー、そこで確認をさせていただきますが、自分の免許状が休眠状態なのか、執行しているのか、えー、どのように見分けたらよいのか、えー、分かりやすく教えていただきたいと思います藤原総合教育政策局長。えー 教員免許状には、新免許状旧免許状の2種類があるわけでございます。平成21年4月1日以降に初めて免許状を授与された方の免許状は、新免許状でございます。それ以前に免許状を授与された方の免許状は、旧免許状ということになります。新免許状につきましては、基本的に更新や延長手続きを行わずに、有効期間の満了の日を超過した場合、 現職教員であるか否か否に関わらず執行となりますまた、旧免許状について、えー、基本的に終了確認や延期の手続きを行わずに、終了確認期限を超過した場合、えー、終了確認期限の日において、えー、現職教員であった場合は執行、えー、現職教員でなかった場合は休民という形になるわけでございます。えー、なお、更新との手続きを行った場合、新免許状の場合は、有効期間更新証明書、 えー、旧免許所の場合は、更新講習、終了確認証明書、えー、などがそれ,ぞれ、えー、などそれぞれの証明書が交付されておりますので、新しい有効期間の満了の日、または終了確認期限を確認することが可能と存じます。えー、本法案において施行日となる7月1日に、休民の免許上を含め、現に有効な教員免許上については、 手続きなく、有効期間のない免許状とし、更新講師の受講を必要とせず、教団に立つことが可能となるということでございます加藤健二君。えっと、その新免許状が講習を受けなければ、執行になるというのは、自分が免許状をいつ取得したかが分かれば分かると思うんですけど、それ以前に免許状を取得した人は、 あのそもそもそういうことにあまり興味関心のない人にとっては、自分の免許状がどういう状態かってわからないんですよね、そこであの、今お話のあった、要は旧免許状の人たちの中で、えー、一旦講習を、1回講習を受けたけれども、その後例えば退職をした人たちが、 年数以上経過していると、それは執行になるということですよね、で執行になった場合は、直ちには戻らないということなので、そうなると、その休眠状態の人と執行された人の取り扱いが違う話になりますよね、違うことになりますよね、で私はそこが一番おかしいというかです、ね、分かりづらいなと思っているんですけど、なぜ、その執行した人の免許は、今回の法改正で自動的に、 免許が復活するということにならないんでしょうか藤原局長、えー、先ほどもあのご説明したところでございますけれども、えー、その救免許状に関して申し上げれば、あその終了確認期限がああの来た時ときといいますか、その現職教員でない場合にはです、ね、休眠のままとなるわけでございますので、えー、仮にあの、えー、先生、救免許状を保有している方が、 現職教員のときに一度、更新をされて、でその後、まあ退職をされてでその、まあ、休眠状態になっているという形になるわけでございますけれども、その方につきましては、その免許状はあの休眠免許状というあの、そのままという形になるわけでございます。そして、あの先ほどご質問ありましたけれども、 基本的な考え方といたしましては、休眠、要するに現職教員でない方につきましては、休眠状態という形にするわけでございますけれども、その現に教員であって、そして免許更新の期限が来たにかかわらず、更新をしなかったと、その結果、失効したということであれば、その方は改めて再重要の申請をしていただく必要があると、こういった制度に今まではなっていたということでございます。勝部検事君 えっと、ちょっと確認しますけど、そうしますと、現職の教員中に。受けなければならない更新講習を受けなかった人のみですか、執行されるというのは、そういう確認でよろしいですか。藤原局長。はい、あの、そのような考え方でございます。勝部健一君。えっと、そうしますとね、あの、えー、私も代表質問で質問させていただきましたけれど。以前教員だった人が。 えー、退職をして、えー、そ,のその期間あの、10年以上経過をした場合ですね、えー、講習を受けなければならない年月を過ぎてしまっている、でそれが故にあの再、再度教員になってほしいと言われたんだけど、免許状が失効していてできなあの、採用できなかったという実態があるというお話をさせていただいて、私も聞いているんです、でそういう事実はないということですか。 藤原局長今、あの先生がおっしゃったです、ねえーまあ、先ほど私も申し上げた話でございますけれども、えー、退職をされて、 そのあとで10年といった期間が来たといたしましても、それは休眠状態のままでございますので、執行ではなく休眠のままであるということでございます。したがいまして、この度の法改正が成立した暁には、その方は何ら手続きを要せずして、教団立つことが可能となると、こういった内容でございます桂健二君。あのまあ、それ、確認をさせていただきたいと思いますけど、どの大臣、そういうことでよろしいですか。 そういう理解でよろしいですかね政松文部科学大臣横でじっくり聞いておりましたけれども、そのとおりでございます、私もそのよう部今、理解、君そうしますと、今回、その、えー、執行状態になるだろうっていう人は、ものすごく限られるということですね、そういう理解でよろしいですか藤原局長。はいあの、はい えー、あの今、先生おっしゃったように、えー、基本的にあの、まあ、執行した方というのはです、ね、まあ、相当あの少ないものだというふうに私ども考えております。えー、そういう意味で、えーまあ、通常の場合は、あのその現職でいたときに期限が切れば、あの通常、更新をされる、えー、その中で、えーまああの何らかの事情で更新ができなかったといったような。 現職の教員のときにです、ね、そうした方についてまあ執行という形になるわけでございますけれども、そうしたケースはあの、えーまあそろ、そう多いケースではないというふうに考えております勝部健二君あの。現職の教員がですね学校にしょ、職場に勤務している最中に、まあ、研修を受けなかったから執行になって、教員をそこで停止するなんてことって、ほとんど現実としてありえないですよね、ありえないと思うんですよ。あの校長だって、えー 講習受けてなければ、まあ、それは年数来たら受けなきゃいけないっていういろんなまあ指導や相談もあるでしょうから、で現実に明日からあなた、教員でありませんっていう,うな話になるわけがないので、現職の人があの執行するってことはありえないと思いますよね,ね、なんか特別なことがない限りですね、はいで、それ以外で執行する人はじゃあいないという理解でいいですか。藤原局長 ただいま申し上げましたのは、旧免許状を所有している方について申し上げましたけれども、新免許状につきましては、これは10年という期限がそれぞれ付されているわけでございますので、その方については、10年が来れば、更新手続きをしなければ、執行という形になっているということでございます勝部健次君だから、新免許状を取った人たちはですね、 あのー、要するにこう、うん、なんだ、更新時講習、これまでの話ですよ、これからはもうその講習もないわけですから、いいんですけど、これまでの話だったら、要するにそういう人たちは執行になってたんですけど、現状、執行になってる人というのはどういう人ですか、そうします藤原局長。 あのえー、それはあの先ほど申し上げましたように、旧、えー、免許状と新免許状があるわけでございますけれども、旧、えー、免許状の場合は、現職教員であるときに、更新期限が来たにもかかわらず、更新をしなかった方、これがあの執行という形になっております。一方、新免許状の場合は、10年という期限が最初から付されているものでございますので、えー、現職、現職でないにかかわらず、10年の期限のときに更新をしなければ、 ああ執行という形になっているということでございます勝部賢二君あの。何回もしつこくて申し訳ないんですけど、ちょっと本当にわからないんですよね。というのはですね、その旧免許状を持っている人で、執行したという人は、旧免許状私なんか旧免許状なんです。で、例えば教員を続けていたとしてですね、その免許制度が、更新制度が始まった以降、受けなければならない講習を受けなければ、 にだから、それは意味わかりますよ、だけどそのとき、現職の教員ならですね、それをあの、受けないということは、自分は教員を辞めるということですから、あるいは執行してもいいということを認めているわけで、よっぽどの何か事情がない限りは、さっき言ったように執行になることないじゃないですか、だからそういう方っていないんじゃないですか、でその方が退職をしてっておっしゃったけど、退職をした場合は、休眠状態になるって答弁されましたよね。 ですから休眠になるわけで、私も途中で退職したんで、休眠なんですよ、おそらくだと思うんです。で、そうだとするとです、ね、執行した人っていうのはほとんどいないという理解でいいですかということなんです藤原局長。休眠救助に関して申し上げれば、えーまあ、先ほどの,あの話でございますけれども、約あの10年の期限が来たときに、あのまあ終了期限。 までに更新を受けなければ執行という形になるわけでございますけれども、で通常そのお、えー、3月末に期限が来るとして、その2月き前に、えー、までに更新講習を終了して、えーそのま、申請をするわけでございますけれども、ま、そこであの更新がなされるということになります。ただ、あのごく少数の方でございますけれども、えー、そこで、えー、その何らかの形で更新講習を受けなかった場合、 そうしたあるいはその更新を受講したけれども、その終了確認ができなかった、そうした方につきましては、その、 ままままま期限がししてしまいいますすので一旦執行という形になります、えーま、たあの今、先生がおっしゃったように、まあ、次の4月からもう働かないということをあの考えているような方は、ですね、えー、その3月末までにそうした手続きを行わないということも、まあ、あのないわけではございませんので、そうしたケースが少数ながら存在しているということでございます勝部健二君。ちょっとだいぶ時間が経過しましたので、もう,もう,もう一問だけ聞きますけど。 今、文科省は、その執行した、免許を執行した人間が何人いるかっていうのはご存知ですか？藤原局長。えっと、あの、えー、執行したあの、えー、人数はですね、あそう、でき、えっと、えー、これは、えーっと、平成何年か、令和年あれがですね、あ,あ令和あ三年度末の、 あ令和2年度末の数字でございますけれども、終、えー、了確認等があなされなかった方が1924名というあの数字がございます勝部健次君まあ全体の教員の数からすれば、まあ、1900人ということなんですけれどあのそんなに多い数ではないと思いますが、まあ、しかし、その人たちも今回の免許がの改正によって、手続きをすれば、 あのえー、と免許状は戻るということなんですけどで、そこでね、お聞きしたかったのは、そういう人たちも含めて、今回、その更新制が廃止になるわけですから、どうしてその手続きをしなければ戻らないんですか、さっきの休眠状態の人とほとんど変わらないと思うんですよね藤原局長。はい あのこれはあの先ほどもあの申し上げたところでございますけれども、現在の制度では、更新制がまあ有効な制度でございます、えー、その下でそのきちんとした手続きを踏むことが求められているという中で、その手続きをへずして執行したと、こういったあのまあ結果があるわけでございますので、そうした場合には、最重要な申請をしていただくということが基本なのだろうというふうに考えているところでございます。 勝部君私はその基本がおかしいと思いますね。というのはですよ、あの免許更新制が継続している状態で、執行の人が出た人の手続きについて、再度ここで検討しているというんならあの、どういう内容にしますかという検討があって、しかるべきかと思うんですけど、免許更新制自体が廃止されるわけですから、その下で執行になったものがですね、 自由を欠くような何か特別な事態がない限りはです、ね、休眠状態にある人と全く同じ条件で、それは復活することがをすべきだというのが、私は合理的な考え方だと思いますけど、大臣、いかがですか。清松文部科学大臣今藤原局長からお話話があありました話ですけれどもあの 文部科学省としましては、できるだけ申請者の立場を踏まえながらです、ね、各都道府県教育委員会において、法律の施行後、円滑に再授与が行われることが必要と考えてございます。で具体的には、まあ、都道府県の自治事務である、事実務に関わる内容でありますが、必要書類については、例えば過去に免許証が授与された事実が確実に証明できる場合は、一部の書類を省略すること、まあ、手続き日数については、都道府県条例に基づきまして、 標準処理期間を踏まえて処理していただくことなどについてまあ、都道府県教育委員会とともに検討を進めてまいりたいとそのように考えておるところでございます、まあ、以上でございます勝部健二君あのちょっと手続きの話になりましたのであのその話ちょっとお聞きしたいんですけど基本的には私はそういう手続きは一切なくて今回を機にですね休眠状態の人と同じように復活すべきだと思っていますただ手続きのお話をされたんで <laughs> あえて、えー、もう一つ聞かせていただきますけれども、その申請の手続きとかです、ね、あるいは時間とか、まあ、金銭的な負担などはあのかけるべきではないということは、いろいろなところから意見が出ているようでありますけれど今、検討されているというふうにおっしゃったんですが、あのであればです、ね、その手続きに必要な書類ですとか、あるいは申請の仕方あるいは申請から授与までの間の日数、 どのようなイメージを持っておられるのか、お答えをいただきたいと思います藤原局長、えー。文部科学省といたしましてはあの、できるだけ申請者の立場を踏まえつつ、各都道府県教育委員会において、法律の施行後、円滑に採用が行われることが必要と考えております。具体的にににははは都道府県の自治事務務ででああるる要要実内容ではありますが、えー、必要書類については あの過去に免許証が授与された事実が確実に証明できる場合、一部の書類を省略するということが考えられるところでございます。であの手続き日数につきましては、これは各都道府県が、標準処理期間を定めているわけでございますけれども、例えば東京都であれば28日間といったような定めがございます。そうした期間を踏まえて、適切に処理をしていただくことが必要というふうに考えております。 あの免許状の授与に必要な書類という意味では、あの通常、えー、これは申請書、それから学力に関する証明書、えー、介護等体験の証明書や戸籍標本,本、等、え、本、ー、宣誓書といった内容が必要な書類として、えー、定められているものと承知をしております勝部健次君だからそれが、その休眠の人と執行した人の扱いの極めて違うところですよね。そんなななことととまで言うしなきゃいけないといけのと そもそも免許証を持っていたことがはっきりわかるようなあの、そういう書類って言われましたけど、要するに、一度も教壇に立ったことがない、教職に就いたことがない人は休眠状態なわけですよ。だから、執行している人というのは、一度、ないしは結構長い間、教員をやった人ですよね。だからそういう人を対象に今、申請行為を求めているわけですけど、そのときに。 なぜその免許証があったかないかなんてことが必要になってくるんですか、免許証のない人が教員やってたんですか、そんなことにならないでしょう、だから言ってることおかしいし、しかも28日もかけてですね申請してから、で先,先ほどらい言ってるように、教員不足などがあって、その一旦やめた人たちの中からも、ですね学校で働いてほしいというようなあの声もいっぱいあるわけで、そういう人たちがですね、まあ、仮に執行した状態を、 回復するときに28日もかかるようなことではですね、あの採用に至らないですよね。はい。だからやっぱりそういうことの制度設計はですね、もっと現実的な対応すべきだと思いますし、冒頭申し上げたように私はこれはあのけ、えー、と執行した人とその休眠状態の人とはあの分け隔てをする必要ないと思います。まあ、そのことを申し上げていきたいと思います。ちょっと時間があの かかりすぎましたものですから、次の,あのえ質問をさせていただきたいと思いますけれども、えー、その教員不足の対応についてですね、先ほどちょっと通告の順番を変えたいと思うんですけど先ほど申し上げた教員不足が、この免許更新制によってですねあの、教員不足になったのが一つの大きな要因だということは、文科省もお認めになっています。で大臣は 教員不足については、危機感を,もを持って受け止めていると答弁をされましたで、そこでお伺いをしたいと思いますけれども、文科省は昨年です、ねえー、教師不足に関する実態調査を行って、それは4月、5月段階のものだったというふうに承知をしておりますけれど、その後、年度途中やです、ね、あるいは年度末で、その教員不足の状態はどのようになったのか、改善されたのか、あるいはさらに悪くなったのか、その辺も含めて、いかがですか。 藤原局長昨年度実施をした教師不足に関する実態調査は、一部の学校現場で年度当初に学級担任がおらず、管理職が学級担任を代替しているなどの指摘があったことも踏まえ、令和3年度の主曜日時点、5月1日時点の教師不足の発生の有無を初めて全国調査したものでございます。このため、年度公安の状況については調査の対象としておりません。 具体的な数についての調査を行っていないものの、当該調査の際などに個別に教育委員会より聞き取ったところでは、自治体によって事情は異なりますけれども、年度後半の方が深刻化する傾向もあるといった声を聞いているところでございます<上>勝浦健二君。今年度当初、4月の状況はあの調査をされてますでしょうか、藤原局長。えー 今年度の状況について、全国的な失敗調査は行っていないものの、いくつかの教育委員会にヒアリングをしたところでは、昨年度同様に依然として厳しい状況であるとのお話を伺っているところでございます勝部健二君。去年あの4、5月に実施をして、ですねで年度末にはさらに厳しくなっているという状況であるにもかかわらず、ですね今年度はそれに対して調査は、あの 基本的にはやっていないとどうやっってていいななとどう対応すするおつもりなんですか本当にやる気があるのかということを疑いたくなりますよね、真剣に考えると言っていますけれど調査もしていない、確かに学校現場にいろいろな調査をですねあの依頼をするのは、ただでさえ忙しい学校にとってはですね相当な負担なんですけれども、年度当初に教員が足りてるか足りてないかぐらいの調査は、ですねこれは基本調査で普通やるんで、当たり前に、あの 集約できるんですよ、これは、やろうと思えば。やろうと思ったらできることをやってないということはです、ねまあ、とにかくこれに対する対応についてです、ね、私は非常に疑義を覚えます。あれほど言っておきながらですね、実際には何も対応してない。まずは今後、調査する考えはありますか藤原局長、えー。この調査、本年1月に報告をしたところでございまして、 えー、この先、えー、調査をどうするかということにつきましては、あの新型コロナの拡大の状況や、教育現場の負担も考慮しながら、また教育委員会等の関係者の声も聞きつつ、適切に判断したいと考えております。いずれにいたしましても、実態はしっかり把握をしていきたいというふうに考えております勝部健二君。あいいですか いや本当にあのそ,うそういうそのあの勘案する余裕があるなら、やったらいいですよ、やったらいいし、そんなに負荷なんかかかりません、正直申し上げて、だから、これは毎年やったらいいんですで、それも4月、5月じゃなくて、だけじゃなくて、途中もや,ってやらなきゃいけないし、年度末もどうだったかっていうのは、これは必ず調べて、でその上でね、調べるだけじゃだめですよ、調べた上で、どう対応するかということが求められる、大事なんで、大臣、その点についてですね。 あの現状、非常に厳しい状況だというふうに、今、政府参考人からあの答弁ありましたんで、どう対応するおつもりか、お伺いします末松,松文部科学大臣まずあの先生から調査のお話がございまして、私の頭にも、今年し1月に、あ今年でしたか、まあ、教師不足、当初2553人という数字が出まして。 4月、5月に、えーまあ、あ先生方をおー採用、追悼のようにお願いをいたしまして、まあ、2065まで数字が戻ったという、その数字を記憶をいたしてございます。まあ、基本的に一番抑えないかのところでありますけれども、大規模調査というのは、非常に、えー、現場に負荷をかけるということは、今、先生ご指摘であったとおりでございますから、まあ、基本的調査のいかんにつきましては、よく内部で協議をしたいというふうに考えてございます。えー、その ああ 2, 人でですすすねすいません、えー、そういうことでございますで教師不足のことにつきましては、4月の28日にも、全国の都道府県、えー、指定、政令指定施設の教育庁に対しまして、えーまあ、特別免許状云々のこともありますし、先ほどからお話がありましたように、退職者の方のもう一度現場の復帰など、ですねいろんなコたタッチで、えー、教師をぜひ、えーまあ えー、教団に立っていただきたい人を探してほしいということを、直接、まあ、オンラインでございましたけれども、要請をしたりとか、いろんな工夫はいたしているところでございます、まあ、あ今、えー、急にご質問でございましたんで、それに答弁させていただきます勝部健二君あの。急に聞かれたから答えられないということは、いかに、ね、問題意識を持ってないかということを、その表れだというふうに受け止めざるを得ませんよ、そういう答弁だとですね。 それで,です、ねあの、私が代表質問したときに、大臣がお答えになったのは、計画的な教員の採用、それから学校における働き方改革、教員、教職の魅力向上ということをまあ総合的に取り組むとおっしゃったんですけど、計画的な教員採用というのはです、ね、これは各都道府県が、えーそのーまあ、採用するわけですよね、小学校、中学校、高校もですけれどそうしますと、 都道府県教育委員会が長期的な見通しを持てないとです、ね、採用の計画も立たないんだと、だからどうしても新採用の教員は抑え気味になるわけですよ、余っちゃうと困るんで、だから、あのこれは私も何度か申し上げてますが、文科省はです、ね、やはり5年、10年先を見据えた長期的なあの配置計画っていうんですかね、教員改善計画っていうのをしっかり示すべきなんです。そうしないと、はい あの地方の教育委員会は、えー、採用しなさいと言ったってできないんですよ、計画的には。ですから、それはもうしっかり示すべきだと、この現状を改善するためには、長,長期的なです、ね、定数改善計画をしっ,かりしっかり示すべきと考えますけれども、見解を伺いたします清松文部科学大臣、えー。先生のおっしゃるその定数改善の計画を持ちなさいというお話でございますけれども。 の調査をしましたら、確かに平成13年から17年、まあ、5カ年計画を持っております。その前が平成第6次で、えー、平成5年から平成12年という計画を持っているということでありますから、こういった計画を示すべきであるということであろうかと思います。それで、あの任命権者であります教育委員会が、まあ、計画的に教員採用を行うことができるようにするためには、当然、 中長期的な見通しを持った教職員定数の改善ということ、これは大変重要だと認識をいたしております。でそのため、これまでも発達障害を含む障害のある児童・生徒に対する通級による指導であるとか、あるいは日本語指導の等のための、えー、教職員定数については、平成29年度から令和8年度まで、まあ、10年間で計画的な、ここはま基礎定数かということについて進めているところであります。でまたあの ご承知のように、小学校35人学級につきましても、令和3年度から令和7年度までの5年間で計画的な整備を図るなど、計画的な基礎定数の改善には取り組んでいるところではございます。加えて、文部科学省としては、可変定数につきましても、できる限り見通しを持った改善を図ることが好ましいということで、小学校高学年においては、教科担任制ということで、 昨年末に財務省とも折衝いたしましたけれども、まあ令和4年度から4年度ほどかけまして計画的に進めていく。これは3800人の予定をして、えー、対応したいと考えてございます。まあ、各教育委員会におきまして、より一層まあ計画的な説教員の採用とかまあ人事配置を行うよう引き続き促すとともに文部科学省におきましても各教育委員会が見通しを持って。 教員採用が計画できるようにです、ね、作成できるように、引き続き、まあ、計画的なその教職員定数の改善には努めていきたいというふうに考えてございます勝部健次君だからあの、えー、こういうふうに思ってます、こういうふうにやりますからっていう話ではだめなんですよ。しっかりとした計画を示して、これに基づいて、あるいはこれに沿うような形で、各都道府県で採用していきましょうというふうに、まあ、法律としてしっかりと定めなきゃだめですよ。 だからそうじゃないから頑張りましょう採用しましょう計画的にやりましょうって言ったって進んでいかないんです。なので第8次計画を策定して出したらいいじゃないですか。いかがですか。西松文部科学大臣。えあの教職員定数の改善に当たりましては、まあ任命権者であります教育委員会が計画的に。 教員採用をを行ううこここととがでできるるよう工夫をすすれも大切でございます、まあ、実際に、まあ、ある先生は1万人採用しようとした場合にですね、まあ、実際に少しこの現場がゆとりを持つために1万1000人採用するということになってきました場合はですね、これはやっぱり、まあ、顕微でかなりの対応されるということもできていることも事実でございます。でまあ、あの 小学校におきまして35人学級の基礎定数の改善につきましては法律改正も行いましたのでその中で計画的な整備はこれはもう行うことになりましたですまた下配定数についても先ほど申し上げたように、えー、小学校の高学年については教科担任制で4年間かけましてこの段階的に進めていくと3800を確保していこうということであります、まあ、そういう形で対応いたしておりますけれども先生今お話ありました県につきましても全体的にですね こうあるべしという、えー、かつてま平成先ほど申しました数字がございましたけれども、その改善計画についてどうあるべきかということを内部でよく検討したいということ、そのことを申し上げたいと思います。勝部健次君、あのぜひ、えー、計画の策定に向けてですね、検討いただきたいというふうに思います。で、まああのこの際だから申し上げさせていただきますけれども、あの義務教育費国庫負担がですね。 まあ3分の2を国が持っているときから、それが3分の1になりました、で結局、地方自治体がその分を持つという形になって、地方交付税で補填をするから大丈夫なんだって言ってきましたけれど、やはり地方財政の厳しいところは、その教職員をしっかり配置することすら難しいんですよ。だから私は 先ほどからずっと言ってる、その学校現場のこの多忙化だとか、教員が不足しているとか、こういう状態を改善するためには、国が主導的にやらなきゃダメだめだ、国がしっかりした計画や方針を示して、これで全国一緒に頑張ろうっていう姿勢を示さなきゃだめなんですよ、これでそれは掛け声だけではだめだということなので。 計画的なです、ね、定数改善計画をしっかり作っていただきたいということを申し上げておきたいと思います、えー、さてです、ね、あの教職に対する魅力が減退をしているということも、教師不足の原因の一つだというお話がありました、でまたです、ね、まあ、重要な研修さえです、ね、勤務時間中に取り組めないということも、まあ、実態として報告を受けています。 まさに教員の働き方改革をです、ね、しっかり進めない限り、これらの問題は解決しません。働き方改革についてです、ね、代表質問でも大臣に質問させていただきましたが、一定程度改善傾向にあり、学校における働き,改革働き方改革の成果が着実に出つつあると、このように答弁をされました。 現実にはです、ね、そういう実感は全くないというのが現場の声でございますで。今年度、勤務実態調査を行うこととなっております。で、その調査は、時間外、在庫等時間を正確に把握分析することができるものにすべきだというふうに思っています。そこでお配りをしているあの資料をちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども。 今のお話の中で、ですね、えー、と中学校というのがこう青いところで真ん中に1枚目あるんですが、2020年と2021年度を比較した調査、これは実は北海道の教職員組合で取った資料なんです。であの、えーと、確かに2020年から2021年の中学校を見ていただきたいと思うんですけどあの在校 時間外在庫等時間というのは、ちょっと小さい字で見づらいですけれどあの青い枠であります、2020年は66時間、2021年は49時間というふうに減ってますね、71%から50.4%ということで、あの割合も減っているんです。ただ、これはですね、実はこの時ちょうど北海道は緊急事態宣言が発出されていて、部活動の,あの中止とかですね、 学校行事の延期等があって、あのそういう意味では、先生方の負担というのはこの、この時期はです、ね、非常に少なかったということがあるので、そういったことも勘案して見ていただきたいというふうに思うんですね。で、それから、えー、この表をあのお示しをさせていただいたのはです、ね、実はあの非常に大事なことがこの中にありまして。 あの上のところに、一丸二ってこう書いてあるんですけど、丸一は消過時間です、で丸二は休憩時間の業務と書いてます、そして、丸三ちょっと間飛んで、ですね持ち帰り業務というのが出てます、でえー、実はですね、あの在庫等時間には休憩時間、休憩時間というのは、ちょっとこれの裏の4ページ目、ちょっとご覧いただきたいんですけれども、 これはあの老基法上もですね8時間なり7時間半働くとですね休憩時間、これはもう全く勤務を要しない時間ですけれど、これは45分以上取らなければいけないという,こう決まりになっているんですね。ただ、学校現場は普通だったら例えば昼休み、1時間ぐらいまあ外にあの食事しに行ってもいい、何してもいいよという時間は普通の会社員だとあるんですね。けれど学校のの先生方は給食時間も指導なので 全く休み取れないわけですね、そうするために、ですねその,そのためにですね休憩時間は3時半から4時15分まで取るというのが、だいたい学校現場の通例なんです、ただ、この時間帯、何をしているかというと、ですねちょっと左の図を見てください、子どもとの情報交換とか、ですね学年の打ち合わせ、採点業務、保護者への連絡等々があってあの、とてもじゃないけど、休憩などしている時間じゃないんですね。ところが 今回のその実態調査、よくやられている市町村でやっているもの、あるいはこれからあの文科省でやる調査にも、ですね私はぜひ含めてほしいと思うんですけど、この休憩時間にも仕事をしているかどうかということを調べてほしいんですね。で、えー、とこの文科省の Q&A のときにですね、 労働基準法に定められている少なくとも45分または1時間の休憩時間を確実に確保した上で、在庫等時間には含めないって書いてあるんですよ。これ、どういう意味かっていうと、休んでるはずだから、これは数,数にはああの、働いている時間には数えないでくださいねっていう意味なんだけど、実際には働いていますので、これはカウントさせた方がいいわけですよ。だからそういうことができる調査にするべきだというのが一つですね。それから 3ページ目をちょっとご覧いただきたいんですが、3枚目ですね、すみません、上の方に、休憩時間の業務時間把握えありなしというのがあるんですけど、これ、どういうことかっていうと、各あの教育委員会などで調査やってるんですよね、ずっと継続的に。その時に、この休憩時間に業務をしてる、マスクはしてませんかとか、その時間は何時間ですかとか、何分ですかっていう調査を。 してるのは36%で、それ以外はそこを聞いてないわけですね、だから上がってきた数字には、先ほど言ったように、この時間に何分働いているかっていうのがカウントできないということですで、その右側見てください、週休日休日の業務時間把握というところもありますが、これは休みの日にです、ね、出勤して仕事をしている在校等時間に、これは含めるということで、文科省、答弁されていますので。 ですから、これも入れなきゃいけないんですね。でも実際にそれが含まれているのは50、50%ぐらいで、あと半数は、このことにはあの含まないで調査の結果を出しているということがありますので、私は今回行う文科省の調査では、ぜひこの辺をあを含めてです、ね、調査できるようにすべきだと考えます。それともう1点ですね、先ほどの1枚目に戻っていただきたいんですが、さっきの言った丸3のとこですね、持ち帰り業務。えこれは、 実ははは在校等時間ででありませんんこれは家に帰ってからの仕事なんですただ、これもですねやっぱり教員にとっては非常に大きな負担になってます、肉体的にもですね精神的にもですねですから、この時間も合わせてですね調べることが私は必要ではないかというふうに思いますので、在校等時間の軽減、削減ということと合わせて、ですねやはり教職員への負担を軽減するという意味で、ぜひこのようなことが分かる調査に取り組むべきと思いますけれども、展開を伺います。 森学習基盤審議官お答えいたしますご指摘の休憩時間や持ち帰り時間、持ち帰り業務の時間につきましては、前回の平成28年度の教員勤務実態調査においても同様に把握しているところでございます。本年度予定しております調査におきましても、その比較ができるよう、しっかりと調査する方向で進めてまいりたいというふうに考えてございます。勝部健次君 えー、あのそのようにしていただきたいと思います、でそうであれば、ですねやはりそのことがあの分かるように、周知徹底していただいて、先ほど言った休憩時間もしっかりカウントしてくださいと、それから、えー、休日の出勤などもカウントしてください、で持ち帰り時間はどうなりますか。森審議官 えと先ほどもご,あのご答弁申し上げましたが、持ち帰りについてもあの同様に調査をさせていただきたいと思いますあの。いずれにいたしましても、その実態を把握することは大事だと思っておりますので、えー、その実態を把握する際には、えー、学校現場の方々にしっかりとその趣旨が伝わるように努めてまいりたいと思います。川瀬健次君ははいいかりりままししししたたよろしくおお願いしますす、えー、それではですねそのあの先ほどお配りした資料の 2とご覧いいいたただきとと思います。えー、と2と書いてあって、過労死レベルを超えたものの割合という表がございます。で、あのこの、えー、調査でもですね、真ん中のところ、赤いところがあるんですけれども、まあ、80時間以上がです、ねまあ、過労死ライン、80時間が過労死ラインと言われていますが、まあ、それを超える人たちが、 まあ全講師でまあ20ぐらいあるとこれは文科省の調査でも相当数になっているというふうに私はあの理解をしています。それから先ほど言ったあの持ち帰り時間なども合わせたらですね、100時間を超えるというような人たちもいるということですね。だからあの私は研修ができる時間を確保するとか、 教職の魅力を高めるということももちろん大事なんですけれども、絶対にあってはならないのは、やはり仕事をして過労で亡くなってしまうというようなことですね、過労死などは絶対に起こしてはならないというふうに思います、だからそういう意味でも、あの相当な覚悟を持って、ですねこの働き方改革、取り組んでいただきたいというふうに思うんですけれども。 あのちょっと時間をお借りしてです、ね、私が知っている北海道での事例をです、ね、ちょっとここでご紹介をさせていただきたいと思います。あのえー、と私が住むです、ね、北海道の中学校の教員が2015年の5月にです、ね、自宅でお亡くなりになりました、今から7年前なんです。でその人はです、ね えー、夜、ですね自宅のソファーで横になっているときに呼吸が止まり、奥さんが発見して、救急搬送したんですけれども、死亡が確認され、検視の結果、ですね死因は急性循環不全ということで、まあ、あのとにかく過労が原因でですねお亡くなりになりましたで、その1ヶ月前の勤務状況なんですけど、 新年度の準備があって、えー、修学旅行もあって、えー、そして引率もあったから部活動等の超過勤務もあって計算をすると月100時間を超える勤務をしていたことが明らかになりましたでこれが7年前なんですけれども、まあ、実はですね今年の2月に、えー、この方々が求めていた、えー、労災、えー、公務災害が、まあ、認定されてですね 過労死ということが確定、あの認定されたわけです。であの、この奥さんという方にもですね、あの私、お話をお聞きしました、えー、奥さんもです、ね、教員なんですね、小学校の教員なんです。で、この過労死の認定を受けるのにあの、仲間の教職員や学校の管理職も含めてですね、どういう勤務だったかということも当然、あの真実をしなければいけません。 弁護士の方にもあのいろいろお力添えをいただいたということで、認定された後ですねこの奥さんが、まあ、あのお手紙を、メッセージをです、ね、皆さんに送ったそうなんです、でその一部をです、ね、ご本人にも了解を得てあのいただきました、あの一部をです、ね、ここでご紹介をしたいと思うんですが、2015年、35歳の働き盛りの中、 自宅で夫が倒れたとき、4人の子供のうち、一番下はまだ2歳になったばかりで、状況は全然理解できていませんでした。今、お父さんの記憶はほとんどないものの、家族や周りの人たちから語られるお父さん像を頼りに、自分なりにお父さんを知ろうとしているのがよくわかります。その中で、私が一番つらいのは、どうしてお父さんは死んだのという質問でした。働きすぎだだったんだという答えは、 私の独りよがりに終わらないだろうか、それが明らかなものとして認められる日は本当に来るのだろうかと、その度にこの長い時間をやりきれない思いで過ごしてきましたと、こういうふうに書かれていて、あのさらにですね、まあ、この度過労死と認められたことが、そのまま現場の状況改善につながるわけではないかもしれません。しかしか 言えない疲れを抱えて出勤し続けている教職員が過労死の予備軍として全国にまだ多く存在することは昨今の報道からも明らかです働き方改革のさらなるステップの弾みになれば夫の死も無駄ではなかったと思えるかもしれませんと、まあ、このように締めくられているんですねでお話をさせていただいて あの今ちょうど、働き方改革は国会でも議論をしているので、ぜひご紹介をさせていただきたいという話をしたときにです、ねあのえー、私いやあの私の子供のようなです、ね、悲しい思いを、まあ、二度とさせないために、お役に立てるのであればというお話をされていました。あの これが現実として起こっているということをです、ね、ぜひ受け止めていただいて、大臣もです、ね、不退転の決意で推進すると、こうおっしゃられました、で私はあの、決意を持って臨んでいただくことを否定するつもりは全くありません、その思いは持ち続けていただきたいと思っていますけれども、具体的な改善策が示されなければです、ね、改善策を打たなければです、ね、改善はできないんです。 で具体的にじゃあ何をしたらいいか、やっぱり教職員が足りないんです、さっき言ったように教員不足があるということもそうですが、ただでさえ教員が不足しているという現状がありますから、やっぱり定数改善、あるいは先ほど大臣もおっしゃった教科担任制の導入、それとかですね、あるいは子どもの教育活動以外にある仕事、これが実は非常に多いんですね。 これを思い切って削減するというようなことを、これも現場任せではできません、ですから、やっぱり国があ,のあまり、なんていうんですか、トップダウンで,で、国が国がっていう時代ではないというふうには思うんですけど、でも、こういうことは、私はむしろ国が責任を持って、しっかりとした枠組みを作って、それぞれの現場がやりやすいような形を示すということが非常に大事だと思いますので。 そういった観点で、ですねどのように取り組まれるおつもりか、最後にお聞きをしたいというふうに思います清松文部科学大臣。先生から今、あのお手紙の内容を伺いまして、えー、現場の教師、大変苦しいところまで追い込んでしまっているんだなと、河村氏の話を,きて話を聞きまして、胸が痛む、本当の思いでございます。で まあ私もかなり教師の知り合いをおります、まあ、もちろん水野先生もよく知っておりますけれども、同時にま,あまだ私と同い年で教壇立っている女性教師もおりまして、よく話もします。でやはり、事実であるかどうか、やっぱり調査をしていかなきゃならないのは、持ち帰り、やっぱり残業するなということを言われましたら、残業しないんですけれども、やっぱり仕事持って帰るということもあります。で7時50分から学校に来るとということですけれども実際は タイムカードは7時50分になってますけれども、7時20分から来ているという実態もございます。まあ、それほどあの教師は現場忙しいと、でおそらくは、まあ、30年前と比べて、かなり学校に持ち込まれる相談も増えてきたんだなということをよく認識をいたしているところでございます。総合的な観点からあよく検討させていただきたいと思うんですけれども、先生おっしゃったように、どうするか。確かに今 勤務実態調査を細かく行っているところでありまして、来年ゴールデンウィークあたりにはまあ速報値が出てくるということは衆議院でも申し上げました、白衣局長もそのように答弁もいたしたところでございます。であのこういった場所に出ます,出ますと、必ず答弁申し上げるのは、やはりまスクールカウンセラーも今、配置を増やしています。えー、教員 業務を支援するサポートスタッフも増やしてます、35人役もやってます、確かにやってるのはやっておりますんですけれども、全体としての今、先生おっしゃったような大きな計画運動については、まあ、確かに現在進行形でございまして、で働き方改革につきまして、もうやはり給特法のこれは問題を解決するために今、勤務実態調査を行っているわけなんですけれども、教師の現場、今の倍率見ましても、相当厳しい職場であるから、なかなか、 人も集まってこないということもよく分かってますと同時に責任の重たい職場であるということの裏返しでもあるかと思うんですけれどもそういう点もよく考えながら、えー、きちっと対応していきたいなということを思います、まあ、先生にとっては現場におられたので物足らんと言われましても、まあ、私としても先生も不退転の決意でやってほしいと言ったから私も今会議場で不退転の決意でやるということを申し上げましたですからできるだけ今 社会の問題今の行政の問題の中で教師の働き方改革がやっぱり一番大きな課題の一つであるという認識を持ってございますので理解をぜひいただきたいというそしてまたいろんなご意見をいただきたいと思います今日頂戴をいたしましたお話につきましてあの本来業務以外の業務にいっぱい放送されているって話もよく聞いています修学旅行の見積もりだって教師がやる必要あるのかということ言ってますよね 安全点検だって教師がやらなきゃならないんだろうかとうものすごい業務量があることも現場からよく聞いておりますので、先生とまたいずれの時期かしっかりとまたあの話ししいたいともそういうのを考えてございます。まあ決意としてはそういうことでございます。勝田健二君。時間が来ました。終わります。